ははい皆さんこんこにちは今日はですね3月の27日なんですが、まあ、早いもんでですねもうすぐ年度末です、まあ、年,年度明けですね4月1日からいろいろと社会のシステムやルールが変わりますが、まあ、そんな中でですね以前から話題となっていた話、まあ、パチンコ店でのですね、まあ、喫煙が原則禁止となります。 もちろん専用のですね、喫煙ブースでは吸うことができるようになるんですが、まあ、パチンコを打ちながら、まあ、スロットを打ちながらの喫煙っていうのはできなくなります、まあ、加熱式タバコに関してはですね、完全に分煙できる状況、まあ、例えばですね、3階建て、4階建てのホールであればですね、上層階だけを遊戯可能な喫煙フロアにするといったことはできるようですがもちろん加熱式タバコだけでですね、紙巻きタバコはダメなんです。 しかし、まあ、こういった対応が取れるところはですね、ごく一部で、まあ、ほとんどのホールはですね、まあ、遊戯ができない喫煙ブースを設置するという形になるんじゃないでしょうか。パチンコ業界、非常に厳しい業界となっています。 以前はですね、30兆円産業と言われていたものが、まあ、最近ではですね、18兆円産業となり、まあ、やはりですね、若者のパチンコ離れやカジノなどの問題、まあ、さらにですね、今後厳しくなることが予想されています。まあ、そういった中で、この全面禁煙、まあ、社会の流れということでですね、仕方がない面もありますが、まあ、かなりの痛手になるんではないかなと思います。 打ち手側、お客さん側のアンケートでもですね、タバコを吸えなくなるのであれば行く機会が減るだろうとか、ここ最近ではですね、飲食店などでも吸えないため、ゆっくりタバコを吸える唯一の場所だったのに,だったのにとか、大当たりした時に吸うのが一番いいのにといったですね、 喫煙でき,なることできなくなることを惜しむ声もたくさんありますし、まあ、ホール側の声としてはですねさらに深刻ですタバコを吸えないならということでお客さんが減ってしまうことは当然なんですけどお客さんが来たとしてもですね、まあ、使ってくれる金額が減ってしまうんではないかなと危惧しています よしあしは別としてですね、お客さんが負けているときは連続してお金を投入してくれます、まあ、冷静さを失って熱くなって一気にお金を使ってくれるんですが、まあ、これがですね、一旦席を立ってタバコを別の場所に吸いに行ってしまうと冷静になって帰ってしまうかもしれません、まあ、お客さん側からすればですね、良いことかもしれませんがホールとしてはですね、ある程度そういった方がいないと経営が厳しくなってしまいます さらににですすね従業員に対しても影響が出ます、まあ、分園フロアを作った場合ですが、20歳未満はですね、まあ、これはお客さんもそうなんですが、従業員も20歳未満の人は入って仕事をすることができません。また、この完全禁煙、当然お客さんにとってもですね初めてなんですが、全くこのことを知らないという方はですね少ないと思うんですが、まあ、しばらくの間はタバコを吸ってしまうお客さんもいるかもしれません。何せですね数十年そうやってきた世界 ななんんんんででで、まあ、特に年年配ののの方かかはですね長年の習慣といいいううももあるんで、まあ、ついつい吸ってしまうかもしれませんまれ、あ、せそうした時にですね、周りのお客さんとのトラブルや、もしかしたらですね、注意をしたお客さんが激高して喧嘩になるといったことも考えられます。まあ、特にですね、負けてタバコも吸えないということになると、ストレスもかなり大きいでしょうから、まあ、ホールとしてはですね、その辺のリスクの管理もしなくてはいけません。 またですね、喫煙者は6割を超えると言われているので、まあ、遊戯中にですね、タバコを休憩をされる方も多くなるのではないかと思います、まあ、その時に席をちょっと離れる方が多いと思うんですけど、まあ、中にはですね、タバコ休憩なのか食事休憩なのか、まあ、はたまたです、ね、どっかに行ってしまったのかわからなくなってしまう、まあ、こういった状態がですね、多くなってしまうと空き台をどう整理するか、まあ、この辺の対応もですね、新たに考えていかなくてはいけません。 また別の話としてですねこの完全禁煙パチンコ依存症対策になるといった声もありますしかしですね私はそうは思いません確かにですね全面禁煙でパチンコをやめる方もしくはですね行く頻度が減る方少なからずいると思いますただ依存症の方はですね禁煙程度ではいかなくなることはありません 以前、ですね、まあ、もうずいぶん前の話なんですがうちの会社に勤めていた従業員で、まあ、トラックドライバーだったんですけれども、まあ、給料日の当日の話です、まあ、その日にですね、まあ、彼の仕事は朝一に積み込みだけを行って、まあ、当日の夕方4時5時に出発というものでした、まあ、ですので一度、積み込み終了後にですね会社に戻って給料を受け取って家に戻りました。まあ、そそのの時ですね、そのドライバー ご飯を食べて仮眠をとって夕方4時5時には戻りますとのことでした、まあ、当然ですね時間もあるんで何の問題もないんですが5時になっても6時になっても会社には戻ってきません電話をしてもですね全くつながらないので、まあ、彼の住んでるアパートまで行ったんですが、まあ、彼はいませんでした その日はですね、まあ、急遽別のドライバーに走ってもらったんですが、まあ、その後も彼は会社に出てくることはなく、まあ、会社を辞めてしまいました、まあ、後にですね別の従業員から聞いたんですが、まあ、あの日、会社を出た後パチンコ屋さんへ行き給料のほとんどを使ってしまった、まあ、それで全てが嫌になって会社を辞めたとのことでした。 仕事はですね、すごく真面目に頑張ってくれる人だったんですが、まあ、会社としても残念ですし何よりもですね、まあ、本人がこんなことで会社を辞めることになるなんてとてもま残念だったと思います、まあ、この禁煙問題悪いことばかり話してきましたがすべ、まあ、てがそうではありません、まあ、アンケートの中にはですね、まあ、完全禁煙になれば 匂いを気にしなくていいので行きやすくなる、まあ、といった声や中にはですタばコの匂いが嫌いだったんでバイトができなかったけどこれなら大丈夫といった声もありましたそれにこの業界昔からですね規制と緩和をずっと繰り返してきましたなぜか規制の話はよく表に出るんですが緩和の話はあまり表には出ません 今回のですね改正健康増進法、公共の場でタバコを吸ってはいけないですよというものです、これはですね1つはオリンピックまでに観光客がたくさん来る前までに諸外国同等の禁煙の基準にしましょうというのもありました。オリンピックはですね1年伸びた今 1> 1年先延ばしにしてもいいよなんてことはないでしょうが今後、もしかしたらですね、オリンピックのあとかもしれませんが何かしらの形で規制,か規制が緩められる可能性もあります若い方はご存じないかと思いますが昔からこの業界社交性の問題は大きく取り扱われてきました。 まあ要はですね大当たりしたときに一度に大量の弾やコインが出ると、まあ、それを狙ってですね大金をつぎ込むから、まあ、緩やかにしなければいけないといったものです、もう20年ぐらい前の話ですが、まあ、パチンコの確率変動、確、まあ、変をですね5回までにしなさいという規制がありました。 実際その時のパチンコ台は5回までしか確変は続きません5回目の大当たりは必ず通常絵柄で当たるといった仕組みになっていました、まあ、5連チャンする以上確率っていうのはそう高くないんでですね、あまり気にはならなかったんですが、まあ、大連チャンしてドル箱を積み上げるといった夢はなくなりました、まあ、しかしですね、しっかりは覚えていないんですがかなり短い期間でその規制はなくなりました、まあ、規制がなくなくったというよりはですね、まあ、1回その… 一回の大当たりの出玉を減らせ,減らせば、もっと連チャンしてもいいよといった具合に、まあ、うまく規制の網をくぐったような機種を出して、 結局は以前と変わらないような爆発力のある台が登場してきました、まあ、最近はですね、まあ、最近でもないんですけど、まあ、スロットの4号機の時代、まあ、あまりにもですね遮高性が高くなりすぎて、まあ、これまた規制したんですが、まあ、結局はですねハーデスに象徴されるように爆裂機が登場しています、まあ、こんな風にですねこの業界何らかしらのうまい方法を考え出して、まあ、喫煙ができるようになるかもしれませんそうは言ってもですねこの業界 逆風が吹き荒れています今こそイノベーションを起こすチャンスではないでしょうか禁煙規制にしてもですねタバコの臭いが嫌だから行かないという人もいます、まあ、例えばですね飲食店などでも今まで喫煙できたところを禁煙に変えた結果新規のお客さんが増えて売上が上がったという話も聞きます、まあ、私の個人的な意見なんですがパチンコ屋さん 匂いと音が改善できれば、もっとお客さんを増やすチャンスがあるんじゃないかなと思います。まあいろいろとですね、しがらみが多いでしょうから不可能でしょうけど、まあ、例えば。 今回のですね、全面禁煙に加えて、弾とコインをなくしてしまえば、音の問題も一気に解決できます。まあ、あんなに素晴らしい液晶があるんでですね、そっちに力を入れて、弾やコインを使わずに、まあ、カードか何かなんかですね、1枚で遊戯ができるようになれば、面白いんじゃないかなと思います。 いずれにせよ、これを機にですね、イノベーションを起こして、今までとは全く違った遊戯施設を作ることができれば、まあ、今後もですね、娯楽の王様として君臨していけるんではないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。